はい、えー、今回は特別定額給付金の再支給、須藤元気さんが、あの格闘家のですね、須藤元気さんが、あ政府姿勢に苦言、とりあえず10万円給付をと提言もしてくださったという記事でございます。えっ、ー、と、3つのポイントにまとめられています。参議院議員の須藤元気氏が、あ緊急事態宣言の延長も検討する政府に苦言を提したということですよね。まあ、当然ですよね。国民のほとんどがそう思ってますよね。 次。世界中の国々はコロナ禍で消費税を下げているが、日本はそれをしないと指摘。いや、消費税本当余計ですよ。こんなものがなければ、もっともっと経済活動盛んなってますから、まあ、妙なキャンペーン打つ必要もないんですよね。ただ、消費税を例えば配信しちゃうと、消費税を所管している、そういったね、えー、消費税なんやかんやに従事している方っての方が、要するに公務員がいらなくなっちゃいますんで、その人の利権とか、組織を守るためにも、なくさないんだろうなと思うんですよ。 その人たちのね、給料を払うために、私たちは吸い取られ続けるってことかなと思います。まあ、結構消費税ってね、年金関係とかね、それから税理士さんの、うん、いろんな計算を悩ませてる原因でもあるんですよ。それから、あの、滞納ですよね。消費税っていうのは税として成立してないんで、滞納が最も多い税金なんですよ。いや本当にひどいもんですね。で、えっと、三つ目です。緊急事態宣言を延長する場合は、期限付きで消費税はゼロ。 うん、で、国民に10万円一律給付と提言した。まあこういうふうに須藤元気さんが私たちのね、国民の声を代弁してくれるのは非常にありがたいことです。須藤元気さんはね、やっぱりこう有名人でもありますし、格闘会でね、移植をなす人でもありますし、あとね、なんかね、あの、あなたの知らない世界じゃないや。あの、信じるか信じないか、あなた次第ってのがあるじゃないですか。で、宇宙人とか、あ、なんだったっけな、都市伝説か。都市伝説のところにも出てきてましたよね。だからいろんなところに、あの、面白い、 でね、あの、トークとかね、世界観を展開してくださる方で、私結構好きなんですよね。うん。で、須藤元気氏が麻生財務大臣の物言いに反発。お金は政府がすれる。財政破綻はしない。これもだからね、麻生財務大臣知っておいて、あれなんですよ。 将来世代に月を残すのみたいなこと言ってるから悪質なんですよ。これ三橋隆之,、ね、之さんも最近の動画で結構激高しておられましたけどもね、おられましたけどもね、私も同じでしょ。麻生さんは全く無意味な負担を国民に強いてるわけなんですよ。で、それであの、仏教面でね、言いたいことを言ってるわけなんですよね。ある意味、財務省のトップとして財務省の方便を立たしてるんでしょうけども、それにしてもね、財務省の権限強すぎるんですよ。 うん、やっぱりね、お金がないと、省庁もやってらんないんで、うん、やっぱりそうなんでしょうし、私たち国民もね、税金の負担減らしてほしいから、まあいろいろと財務省には、まあ思うところがあるんですけども、うん、やっぱりね、大物であればあるほど、あの、国税調査権っていうのがありますからね、財務省は。うん、だからね、税務申告で突っ込むみたいな、それこそ、逮捕とかに等しいような攻撃権限持ってるわけですよ。あた立ちが悪いですよね。 うん、だからどうするってことなんですけども、我々国民は財務省に刃を向けることができます。まあですんでね、やっぱその辺で頑張っていった方がいいのかなと思います。えっ、ー、と、須藤元気さんなんですけども、取材に応じて来月7日に期限を迎える緊急事態宣言の1ヶ月の延長案を視野に入れた政府の姿勢に苦言を漏した、うん。1ヶ月単位っていう基準は何なんですかね、うん。別にまあ、2週間、 程度とか,なんか勝負の3週間って何だったんだよって話ですよ。勝負に負けたのは誰なんだって話ですよね。えそして感染拡大を抑えた証としてオリンピックみたいなことを言ってますけどもね。全部が絵空ごとで本当にしょうもないなと思うわけなんですよ。えー、まあ次でね、自民党は政権を失ってもらいたいもんだなと思います、えー。本当にまとめてゴミ箱みたいな、もう本当自民党になってきましたね。え、須藤氏は経営者としての一面を持つ。都内の居酒屋、元気な魚屋さん。ああ、そうだったんですね。 休業してるんだ。大変でしょうね。で、協力金6万円が毎日入るということですけども、うん、まあ、全然ね、このね、180万っていうのだこれをよく強調されますけども、あと雇用調整助成金とか持続化給付金とかいますけども、あれお代わりが効かないわけですから、あの、持続化給付金とか特にね。最初の方に申請して、もう使っちゃってますよ。もうないですよ、あっという間に。 大体あの100万とか200万っていうその持続化補助金っていうのが国会議員さんね自分の給料ともうこうやって照らし合わせて高いのか安いのかっていう判断をしてほしいですよね次飲食の仲間はどこも本当に経営が苦しいのに緊急事態宣言で店を閉めている状態です このままでは来年度に廃業する店が多くなるのではと思い心配しています。政府は国民を救うために存在するはずではないのかって書いてます。まあ、あの、私ね、ずっとね、飲食店につきましては、日本ではちょっと多すぎると思っていて、だいたい3分の1ぐらいに飲食店が減らないと、需要と供給のバランスが取れない。要するに安売りが終わらないっていうふうに思ってたんですけども、実際こういう機会をね、 利用ししてててて店を潰そうううととるるんんじゃななななないいかなっっここのの政府の姿勢も伺え思ろで、すよで店舗ってなくなっちゃうと復活むちゃくちゃ難しいですからね。それこそ赤字を垂れ流してでも続けてるのは何なのかっていうと、あの、再起がものすごく難しいんですよ。店舗って閉店すると、それこそ現状介護勤務がありますから、中身を空っぽにしないといけないんですよね。そこにもお金がかかるし、そのお金がないから、 なんか、騙し騙し続けるっていう例もあったり、まあ私のことですけどね。<laughs> で、店内をスケルトンにしちゃうと、今度ね、もう本当に資金的には終わりっていうか、負債が残っちゃうんで、じゃあ復活して店やりましょうかって話になんないんですよね。で、結局国会議員さんでもなんでも、お店ってのが自分の、あのー、希望した時にいつでも空いてるから使わせてもらってるわけですよね。だからね、店が減ったら減ったで、なんかまた探しゃいいやって話じゃないと思うんですよ。 だからここはね、国会議員さんを締め出すような、あのー、料亭がね、いっぱい出てくるといいなと思うんですよ。飲食店っていうくくりで、なんとかね、あのー、高級料亭は、飲食業界に、っと味方についてくんないですかね。もうそれこそ政治家一切シャットアウト。ホテルも出入り禁止みたいなね。あとね、本当にこれ申し訳ないんですけども、うん、国会議員さんが優先的に病院に入るっていうのも、やっぱ国民の批判は避けられないと思うんですよ。 んで、普段、出た目のことやってるから、まあ医療崩壊とかになるわけじゃないですか。まあ、医師会には医師会で私も言いたいことがあるんですけども、まあでもそこはちょっと今回はね、のけておいて、うん、政治家さんのしょうもない行動とか、決断とか、要請とかで、こうなっちゃったんだとしたら、もうひどいこと言うようですけどもね、お前ら病院入んなよとか思っちゃうんですよ。うん、しかも優先的に入るわけじゃないですか。で、国民は、あまあこういうふうなね、 お金でも我慢させられ、お店も開けられない、外出も夜ではなくて、昼も行かないでくださいって言われてね、めちゃくちゃですよ。さらに感染しても自宅にいろってわけでしょのそれは、自宅内感染しちゃうじゃないですか。で、国会議員さんは、真っ先に、はい、飛び込み、みたいな感じでね、入院するわけですよ。うーん、まあ、ひどい話だなと思いますよね。あ、ちょっと、記事に戻りましょうか。えー、須藤元気さんはね、このように言われています。えっ、ー、とね、なんでお金が出ないのかっていうと、 財政破綻論が蔓延してるからだってことですよね。うん。特別定額給付金の再支給について、あれは税金ではなく政府の借金でやっている、さらに借金を増やすということかと、あの、これはあの、麻生財務大臣に話しましたけども、これね、国債が借金という言い方をするなってことなんですよ、もう今更。国債は財政出動の記録ですからね、単なる借金じゃなくて記録ですから。大体借金だって誰に返すんだって話じゃないですか。お金すればいいわけなんですよ。返すんじゃなくて、お金作ればいいんですよ。財務省のホームページには、日本は米国のように、 自国通貨を吸っているので財政破綻はしないと書いてあります。これ財務省が言ってるわけですからね。で財務省が財政破綻しないって言ってるのに誰が財政破綻論を出してるんだって話なんですよ。政府が財政赤字をなくそうとすれば国民の暮らしが苦しくなるのが現状です。そう。世界中の国々は新型コロナ禍で国民の生活を考えて消費税を下げています。政府はそれもしません。お金は政府がすれるんですと。国民にね、お金がすれるんだったらこんなお願いしないわけですよ。 そして政府っていうのは国民の持ち物であり通貨発行権っていうのは誰の権利かっていうと私たち国民の共通の権利ですからねうんお金をする工場がないだけですからねなんかね特別な権利を持ってるって勘違いしちゃってるんでしょうねきっと で、えー、こんな言葉で締められています。須藤元気さんはみんなが苦しんでいます。とりあえず、期限付きで消費税はゼロ。国民に10万円一日給付ですと即答したということで、私もこのね、同じ答えを即答しようと思いますね。皆さんはどう思いでしょうかこれからも須藤元気さんの発言を、こうやって取り上げてね、あの、有名人が何かを反応してくれたってことは本当ありがたいことですから。やっぱね、私たちが言うよりも、全然、拡散力違いますからね、えー。皆さんも一緒に須藤元気さんのこの発言をね、応援していきましょう。 それでは本日は以上です。